こんにちは、袋しかの袋です、本日のお題です、お財布の中に入れているものについてというお題です、お財布の中には特に変わったものは入れてません、どちらかというとセカンドバッグですね。セカンドバッグの中には3つほど変なものが入っています、まあ、もちろん名刺だとかそういったものも入ってるんですけど、まず鈴虫寺の、お札、師匠と2月かなに行った、鈴虫寺のでいただいた、お札が入っています。それから、なんだっけ、ごめんなさい。それからあと、お正月に住吉大社でいただいた、大吉、これは3回ほど引いたんですけど、やっと一番大吉いただいたんで、それを入れてあります。それから、ベントレーの車のミニチュア模型、ずっと乗りたい車を見続けてると、その将来乗れるようになるという、なんか噂を耳にしまして、なんかミニチュアを1個持っておりまして、それが、セカンドバッグの中に入っています。まあ、そんなものが変わったところです。以上です。